落葉総合高等学校は、京都府京都市中京区西の京かす町にある、市立の高等学校。学校法人落葉総合学院によって、運営されている。略称は、落草。かつて存在した京都市立落葉、工業高等学校とは、無関係の別の学校である。4月、入学式、宿泊研修、学力テストに、3年自身の学習5月、 健康診断、嵐山クリーン作戦ゴールデンウィークの嵐山をきれいにする、ボランティア体験。公開授業、高校総体、3年地震度説明会6月1日、創立記念日、体育祭、京セラドームにて行われる。7月、公開授業、上級学校見学会、3社、面談9月、文化祭2日間行われる。10月、前期終業式、 後期修行式、公開授業11月2年次修学旅行1月、公開授業2月、高校入試3月、卒業式運動系空手道部ボーリング部、ソフトテニス部サッカー部男子バスケットボール部男子、バレーボール部女子バレーボール部バドミントン部剣道部、陸上競技部卓球部ダンス部ダブルダッチ同好会、アームレスリング同好会、e スポーツ同好会文化系系音楽部以後、 将棋部文芸部パソコン部作動部料理部演劇部競技カルタ同好会写真同好会洛陽総合高校の修学旅行は2年次の冬に以下の地域から選んで参加するイタリアシンガポールインドネシア台湾サイン駅より公式サイト洛陽総合高等学校2019年4月14日閲覧ありがとうございます